はい、中年オタッキーです。今日の動画はね、なんだかドリームロコモーティブ様がサプライズがあるということで、はい、今日せっかく東京まで来ていただいたということですね、はい、私からですね、オタッキーさんにちょっとサプライズを、彼女紹介してくれるとかそれはまあそんなわけでね、はい、何が起こるかちょっとまだ私分かってないんですけどね、今日の動画始めてみたいと思います。それでは動画スタート。はい、今日はそんなわけでね、はい、カメラの山屋さんからね、動画作っておるんですけどもね、サプライズということで、はい、私の知り合いの、とある、カメラマンの方からですね、はい、ちょっと預かり物をしてきました。は、は、まずですね、一つこれは私からのプレゼントではあるんですけれども、はい、まず写真集なんですけれども、はい、どなたなのか、は、はい、鉄道写真家の広田直隆先生、あ、はい、ご存知の方いらっしゃいますかね。鉄道写真の神様と言われている方ですね。この本私が実際購入したんですが、先日先生のところにお邪魔しまして、はい、なんとサインをいただいてきました。しかも僕の名前入り、はい、はい、まずサプライズその1。いや、すみません、ありがとうございます、はい、メガネかけないと見えないんだったいや、これすごいな、わあ、すごいな、やばいな、いや嬉しい、ありがとうございます、すみません、はいはい、でサプライズその2、はい、まあ、広田先生もうね、長年もう鉄道写真撮り続けてらっしゃるんですけれども、はい、もうフィルムカメラからデジタルからもう動画までいろいろ撮ってるんですけれども、はい、今回この中年オタッキーの、はい、俺のカメラにぜひカメラをとお願いしましてですねなんとカメラを投稿してくれました。どんなカメラですか。実際これデータは後でお渡ししますけれども、はい、なんとですね、コダックのブローニーホークアイというカメラ、写真をですねプリントアウトしてきましたので、ちょっと変わったカメラなんですね。いや、もう超変態カメラです。変態カメラもうあのね、鉄道写真の神様ですから、はい、何かカメラをって言ったらですね、なんかニコン F2 とか F1 とかですね、もういろいろなんかいろいろすごいカメラがいっぱい出てくるんじゃないかなと思ったらですね、これなんかもうあの女子受けしそうな可愛らしいカメラをですね紹介してくれたということですね。これメガネ外してみたらね、あの昔のね給食の食器みたいな。すごいな、これどうなってるのかわからないぞ。まあ、暗箱に近いシステムなのかな。そうですね、で、もう映るんですみたいな感じ、はいはいはい、ブローニーの映るんです、ブローニーの映るんですみたいな感じですね、はい、いや、すごい、詳しく後で紹介していただければと思います、はい、それですね、ちゃんとですね、コメントもですねすごい長文でいただきまして、はい、はい、すごっ、後でじっくりですねいただければと思いますので、いやいや、そんな人から、はい、いやー、これしょっちゅう言ってるんですけど、僕普通のおっさんなんですけどねいや、すごいすごい、こんな長いコメント、いや、ありがとうございます、よろしく言っといてくださいね、はい、本当にありがとうございます。もう鉄道ファンが来たら多分こう100人ぐらい並んじゃうかもしれない。いや、すごいな、いや、もう僕でも知ってるような名前の方ですから、僕ね、あんまりね、あのフォトグラファーにあんまり興味がないんですよ、ぶっちゃけた話ね、あまり真似とかしない人なんで、でもその僕でも知ってる名前なんだよね、これ相当すごいですよね、いや、素晴らしい、ありがとうございます。あの、分かんない方はウィキペディアで調べると出てきます、はい、いや、今日はね本当にねすごいすごい方からね、写真集にサイン入り、サイン入りの、ね、写真集、いや、これ転売しようか中年オタッキーって書いてあるからあんまり意味ないか、これメッセージをねいただいておりますが、すごいな、本当に、こんなのいただいてもいいんでしょうか、僕がね、こんな普通のおっさんなんですよね、てかトラック乗りですねいや、今日はね本当にサプライズということで、本当に素晴らしいものありがとうございます、今日広田直隆さんの、サプライズということでね、ドリームロコモーティブさんのサプライズなのか広田直隆さんのサプライズなのかよく分からなくなっちゃいましたが、そんな動画になってまいりました。
はい、今日は本当にね、いろいろとね、ありがとうございます。今日ね、東京にね、来ておりましてね、今視聴者の方たくさん集まっておるんですがね、鉄道カメラのね、趣味、持ってる方にもね、ぜひね、おたっきのね、動画を見ていただきたいということでね、ハッシュタグつけてね、動画流させていただきます。はい、今日はね、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントの方ね、特にね、全部コメント返信つけてまいりますのでね、頑張ってね、コメントつけていきますので、何か感じたことありましたらコメントお願いします。いいねボタンをね、ポチッと押すだけなんで、ぜひぜひいいねお願いします。はい、今日の動画こんな感じで最後まで見ていただきありがとうございました。はい、ごきげんよう、さようなら。はい、ありがとうございます。